1932年頃、野田俊作5月14日1968年7月27日は、日本の政治家、実業家、衆議院議員、貴族院議員、参議院議員、福岡県知事、福岡県出身、衆議院議員、野田宇太郎の長男として生まれる。1913年、東京帝国大学法科大学経済学科を卒業。 南満州鉄道に入社した。1924年5月の第15回総選挙で千葉県第9区から声優会公認で出馬して初当選。1927年に父が死去すると翌年2月の第16回総選挙では父の地盤だった福岡県第3区から出馬し当選。以後1937年4月の第20回。 総選挙まで連続6回の当選を果たした。この間、犬飼内閣の鉄道参与官、鉄道会議議員、広田内閣の司法政務次官、声優会総務などを歴任する。戦後は1946年1月に福岡県の感染知事に就任し、同年10月まで在任。同年3月22日には、貴族院直選議員に直任され、 研究会に属して1947年5月2日の貴族院廃止までこれを務めた。その他、朝鮮暴食、満州制朝、日本連邦通信社の核取締役、西日本新聞社監査役などを歴任。1947年4月の第1回参院選では、福岡県選挙区からに出馬し当選。その後、第3回参院選では、 緑風会から出馬して再選し、第5回参院選では、自民党公認で出馬して参戦、参議院議員を3期18年務め、その間参議院内務委員長を務めた。次の参院選へは出馬せずに政界を引退。その後は、自民党相談役やテレビ、西日本顧問などを務めた。1968年7月27日、満80歳で死去した。 ありがとうございます。